新居浜市出身の画家や新居浜市に関連する画家の作品を集めた展示会が赤金ミュージアム内の新居浜市美術館で来月18日まで開かれています。この展示会は新居浜市美術館の企画展第1弾として開かれたものです。新居浜昨日今日明日1と題し、明治時代からあるという新居浜洋画の歴史の中から1960年代以降の21人の画家の作品を展示しています。作品は郷土美術館で所蔵している作品と、今回新居浜市美術館に新たに収蔵された作品合わせて26点が展示されています。新居浜の洋画の発展に貢献したオリゾン洋画研究所の創設者西澤富義さんの作品のほか、興風会理事で日展審査員も務めた寺坂忠夫さんの作品など、新居浜洋画に名を残す画家たちの作品が勢ぞろい。油絵が中心の展示会ですが、中には鉛筆画やリトグラフも展示されています。新居浜昨日今日明日1と題した展示会は赤金ミュージアム内の新居浜市美術館で来月18日まで開かれています。